はい、皆さんおはようございます。桃太郎です。今日はですね、5月の2日今午後1時10分ぐらいなんですけどもね、確か3日前ぐらいにスーパーで、購入したマンゴーがこちらです。で、マンゴーなんですけども、こちらね、値引きになってまして、少しね熟し始めてたんですけれども、多分食べ頃にはねまだ遠いと思いまして、せっかくなんでね、ネットでマンゴーのね追熟の仕方を検索したところ、こういった形で新聞紙でね筒を作って、その中にこのマンゴーのね、ヘタの部分というか上をね、上に向けて入れておくと、追熟がねしやすいっていう風に聞いたので実践してみています。で、今ちょっとね表面指で押してみたんですけども、ちょっとねまだね硬いなっていうのと、あとね追熟完了の、印としてはいい香りがね漂ってくるって聞いたんですけども、ちょっとまあ鼻を近づけてみても、新聞紙のね匂いがするだけで、マンゴーの香りがね特にしないので、ちょっとねマンゴーってちょっと食べるのが久しぶりすぎて、どの程度で熟すのかっていうのが把握できてないんですけども、多分まだ硬いと思うので、このままねもう少し置きたいと思います。で、もちろんね上をこの状態で、保管しておくといいので、どっかね物があったら立てかけてこうやってね置いておくといいそうです。